これは、これは、これが微分の正体よ。誰だ、誰だ、一体誰なのだ。ふわ、なんだか嫌な夢を見た気がするのだ。おはよう、ツンダモン。メタン、おはようなのだ。早速だけど今日の問題が来るわ。今起きたばっかなんだけど。うわ、微分を行列で表せ。で、どういうこと？これは厄介な問題が来たわね。ちょっと問題の意味がよくわからないのだ。微分と行列って全く別物だよね。そうね、全くの別物よ。でもこうして問題として出てきたということは、何か数学的に意味付けして微分を行列で表せるのかもしれない。挑戦してみましょう。了解なのだ。ちょっと行列の掛け算を思い出してほしいんだけど、例としてこのような 2×2 の正方行列を考えることにして、この正方行列に2次元のベクトルをかけてみる。1列だけの行列はベクトルと同一視できるからね。そういうことね。この行列の掛け算は、まずこの部分に注目して第1成分はこのようになる。次にこの部分に注目して第2成分はこのようになるわね。そういえばそんな感じだったかも。結果も2次元のベクトルになっていることに注意してね。ふむふむ、なるほど。つまりこの行列は2次元のベクトルを変換したと考えられるのだ。確かにその通りね。この考え方をベースに行列で微分を表現できないか考えてみましょう。ただし、いきなり一般の関数を扱うのは難しいので、まずは x の多項式を考えることにします。例えばこんな感じね。これは2次の多項式なのだ。ちょっと待って、何してるのかわからなくなってきた。今からしようとしているのは、この多項式を微分するような行列を作るっていうことだよね。なんだ、わかってるじゃない。メタン、残念ながら行列で変換できるのはベクトルであって、多項式を変換することはできないのだ。いいところに気がついたわね。確かにこのままだと行列で変換することはできない。だから多項式をベクトルと同一視する必要がある。そこで多項式の係数を抜き出してベクトルを作り、このベクトルを元の多項式と同一視することにしましょう。変わったことするね。まあもう少しで何をしてるか分かってくるはずよ。さて、多項式を微分してみましょう。それなら僕もできる。このような多項式を x で微分するとこのようになるのだ。その通りね。じゃあこの操作を行列で表現できると仮定しましょう。すると何か行列があって、この行列を多項式の係数を抜き出したベクトルにかけると、結果は微分もの多項式に対応するベクトルになるはず。つまりこの部分の計算結果が h になるから、1行目はこんな感じのはず。次にこの部分は 2a2 になるから、2行目はこういう感じかな。最後は結果が0になるから、この行の成分も0でいいはず。いい感じね。これで多項式の微分を行列で表すことができた。この行列を b と書くことにしましょう。これが微分を表す行列？ちょっとピンとこないのだ。それじゃあ試しにこれを使って微分してみましょう。x の関数としてこのような多項式を考える。これはこのように表すことができるから。対応するベクトルはこんな感じね。これを微分する、つまり微分を表す行列 d とベクトル f をかける。計算の過程は省略するけど、結果はこのようになるわ。これは fx を微分した結果と対応している。実際に fx を微分してみると結果はこのようになり、行列の計算と結果が一致していることがわかるわね。まあ確かに行列 d をかけると微分と同じ結果になっているのだ。でもこれだと2次以下の多項式しか微分できない。そんなの困るのだ。それもそうね。ではどの多項式にも対応できるように微分の行列 d を拡張しましょう。すると d はこのようになる。ああ、何も書いてないところは0と考えてね。これ夢に出てきたような気が。気のせいかな。ところでこの行列はどこまで続いているのだ？どこまでも無限に続いているわ。なんだって、そんな行列存在するの？鋭い質問ね。ここから先は無限次元や無限和を扱っていきます。本当はその意味や計算のルールをしっかり定める必要がありますが、ここでは直感的な理解を優先して話を進めるのでご注意ください。はあ、そうなんだ。それじゃあ次はこの行列で多項式を微分してみましょう。今度はこのような多項式を考える。
今までと同じように係数を抜き出すと、対応するベクトルはこんな感じね。確かに。ベクトルも無限次元として書くんだね。ベクトルの方も無限次元じゃないと、無限次元の行列をかけられないからね。そうなんだ。じゃあずんだもん、行列 D で F を微分してみて。さっきと同じように考えると、 D を F にかけると F を微分した結果が得られるはずなのだ。 D と F を具体的に書くとこんな感じ。第一成分はここに注目すればいいのだった。1行目で0じゃないのはここにある1だけで、1がこっちの1と対応しているから、第一成分は1と考えて良さそうなのだ。確かにそうね。次に第二成分を計算しよう。2行目で0じゃないのはここにある2だけで、2は0と対応しているから、第二成分は0になるのだ。0になっちゃったわね。さて次はどうかな。第三成分は、ここの3と2が対応しているのだ。つまり結果は6となる。その通りね。4行目の4は0に対応しているから、第四成分は0になるのだ。これ以降もベクトルの成分の0との対応が続くので、計算結果も0が続くわね。そういうことなのだ。じゃあこの計算が微分になっていることを確認しましょう。 fx の微分はこのようになって、結果はこうなる。行列の計算結果と微分の結果が対応しているわね。確かに。この行列なら何時の多項式でも微分できる。でもちょっとごまかされた感じがするのだ。どういうこと？これだと多項式しか微分できない。三角関数とか指数関数とか、他にも関数はたくさんあるのだ。確かに微分可能な全ての関数をこの行列で微分できるわけではないけど、三角関数や指数関数だったらこれで微分できるわよ。そうなの？例えば sinx と cosx にマクローリン展開という操作を行うと、それぞれの関数はこのような無限和で表せることが知られている。そうなんだ。そしてこれらの係数を抜き出すとベクトルで表すことができるわね。なるほど。この sin に対応するベクトルをこの行列で微分してみましょう。計算は省略するけど、結果は cosに対応するベクトルになるわ。なんかすごいのだ。でもなんかこれって当たり前な気もするのだ。どうして？サインをマクローリン展開してそれぞれの項を微分してみると、コサインのマクローリン展開に一致する。さっきの計算はこれを行列で書いただけじゃないか。気がついてしまったわね、ずんだもん。でもね、ここで知っておいてほしいことがある。一体何なのだ？それはもともとの微分とは独立して行列で微分を定義できることよ。ちょっと思い出してみて。微分はもともと極限を使ってこう定義されていた。そういえばそうだったね。一方今回定義した行列 D はこんな感じだったわね。なんか全然違う見た目をしているのだ。そこが重要なポイントよ。この行列は微分を表現するように定義してはいるけども、極限を使った微分の定義に依存してはいない。つまり微分の定義を忘れてこの行列を定義しても特に問題ない。まあ急にこんな行列を定義したら変態だけどね。とにかく関数を表現するベクトルが考えられて、微分を表現する行列が考えられる。でもこれらは依存してはいないので独立に定義することもできる。微分の世界と同じような構造が本来関係ないはずの行列の世界にも実は存在していた。これはとても不思議なことよ。言われてみればそんな気がしてきた。まあ線形代数を学んだことがある方にとってはこの対応は自然に感じられるかもしれないけどね。ちなみに関数とベクトルを対応させる方法は他にもあって、それによって微分を表す行列は変わることに注意してね。そうなんだ。これまでのお話では関数に対応するベクトルを考えるとき、一般には無限に続く多項式、いわゆるべき級数の係数を取り出していたけど、実用上はべき級数の代わりにフーリエ級数が使われることも多いわ。フーリエ級数については深入りしないけど、関数をベクトルに対応させる方法はいろいろあるということは覚えておいてね。了解したのだ。さてここまでの成果として、この行列 D はざっくり微分を表すと考えて良さそうなことが分かったけども、ここでちょっと行列らしいことをしてみましょう。行列らしいことって何なのだ？例えば D を2乗してみるのはどうかしら。もちろん2乗というのは D と D 自身で行列の積を取るってことね。するとこのようになるわ。
これは一体何だろう？実はこれ、微分を2度繰り返すという2回微分と対応してるのよね。なんと、これはなかなか面白いのだ。 D は行列でもあり微分でもあるという雰囲気が感じられるわね。ちなみにこの計算は1回だけやっておけば2回微分するときに毎回使い回せる。この D2 乗をメモしておけば毎回 D2 乗を計算しなくていいってことね。一般の N 回微分も同じように考えられそうなのだ。確かにそうね。他の例も見てみましょう。今度は D の逆行列 D インバースを考えてみる。ちなみに逆行列というのは掛け算すると単位行列 I になるような行列のことだったわね。これって何になると思う？微分の略ってことは積分かな。ほぼ正解よ。ほぼって何？実は D の逆行列は存在しないのよね。騙されたのだ。試しに不定積分に対応する行列を D' とすると D' はこのような形をしている。ただし積分定数は無視しているけどね。微分の行列と対照的な形なのだ。これはこれで面白いわね。では DD' を計算してみましょう。計算過程は省略するけど結果はこうなるわ。つまりこれは無限次元の単位行列ね。なんだ、 D' は D の逆行列になってるじゃないか。まだ安心できないわ。次は D'D を計算しましょう。すると結果はこのようになる。あれ、左上が0になってるね。そうなのよね。ということはこれは単位行列ではないから D' は D の逆行列ではないということになるわね。不思議なのだ。どうしてこうなるんだろう。微分の行列 D の1列目を見てほしいんだけど、1列目は全て0になってるから、この時点で計算結果の左上は0になることが確定してしまう。つまりどんな行列を左からかけても単位行列にはならないので、そもそも D には逆行列が存在しないことになるわね。へえ、そうなってるんだ。ちなみにこれを微積分的に解釈すると、微分すると定数項が消えてしまい、積分しても定数項は復元できないということになるわね。復元するには追加の情報が必要となる。微分方程式でいう初期条件みたいにね。ちょっと微分方程式のことはよくわからないけども、とりあえず D' はほぼ逆行列ってことは分かったのだ。あと一歩のところという感じだったわね。まあこれはこれで微積分らしくて面白いかも。確かにそうね。今日は微分を行列で表すというお話だったけど、どうだった？無限次元とか無限和とか直感的に進めた部分もあるけど、微分を見る目が少し変わった気がするのだ。まあここを統合で結んでいいのかちょっとわからないけどね。こう書きたくなっちゃったんだろうね。ではそろそろ終わりにするのだ。メタン、皆さんまたお会いしましょう。それでは。